石壁に刻まれたトゥルサーンスランフィンランドの異教信仰、またはフィンランドネオペーガニズムは現代のフィンランドにおいてキリスト教系以前のフィン人の民族宗教であった多神教とされるスオメヌスコの復興を試みている復興異教主義運動、ウコヌスコと呼ばれる20世紀初頭から始まったウッコを中心とする宗教体系が主流である。 スオメヌスコの復興に際して大きな課題となっているのが、かつての伝統をうかがい知れる交渉文化で、残存しているものが極めて少ない点である。キリスト教以前のフィン人文化について書かれた一時文献は、すべて後の時代のキリスト教徒によって記述されたものである。現在フィンランドネオペーガニズムには、ヘルシンキを拠点として2002年に公式に、 登録されたフィンランド土着宗教協会、そしてトゥルコを中心に各地に支部を置き、2007年に公式に登録された北極星協会の二大勢力がある。前者はカレリア人の間にも信者を持っており、またウラルコミニオンに参画している。東フィンランドとカレリアをルーテル教会が設計した後も、少なくとも20世紀初頭までは異教の信仰。 伝統、神話が生き残っていた。20世紀、フィンランド国家の文化を豊かなものにしようとする動きの中で古い神話を復興する試みが始まった。自然崇拝、伝統の尊重、平等主義といった特徴を持つフィンランドネオペガニズムは、ネオペガニズムの典型例である。その中でも、この信仰は国民意識やアイデンティティに直結する民族、 宗教型のネオペーガンに分類される。なお、スオメヌスコの支持者は、必ずしも、自身の信仰一環のように、ネオペーガンもしくは新宗教と規定しなくてもよいと、される。スオメヌスコにおいては、母なる故郷への愛を、人間と、自然、新旧の世代、個人と共同体の関係における重要な鍵であると、している。信者たちは、人間の手が加わっていない。 様々な場所、例えば森、泉、岩などを聖地とする。彼らは神々や先祖、精霊がヌミノーゼ的に自然環境に浸透するように存在し現れると考えている。2013年、北極聖教会はフィンランド中の聖地を守るための国家規模のプロジェクトを開始した。2014年、カルーン監査がネオペーガンとしてはフィンランドで、 初めて宗教法人として登録された。これにより、ネオペーガニズム的な婚姻、葬儀、命名が可能になった。キリスト教以前のフィンランドでは、多神教が信仰されていた。崇拝の対象としては、主神である天空神ユッコやその妻で、う神がの悪化、その他に、深海の神アハキ、森林の神タッピオ、農人ペッコ、狩猟の神ニューリキ、森の女神ミエリキ、 天空神イルマリネン、地下の支配者、浪費、海の怪物育、トゥルソ、妖精ハルティア、英雄連民会ネン、賢者ワイナミオイネンなどが挙げられる。また、祖先崇拝の要素も見られる。死者は、トゥオニなどの神々がいる世界トゥオネラで来世を過ごすと、されている。フィンランドでは、各季節で、春を祝うヘラ、月祭である、ユハンヌス、収穫と祖先を祝う、ケクリ、 当時祭であるユールなど、様々な伝統祝祭が行われている。ネオペーガンの信者の中には、そうした祝祭日に聖地とされた森に入り、神々の木像や自然石を訪れたり、焚き火を焚いたり、踊ったり、場合によっては犠牲を捧げるなど、より宗教色の強い行事を行う者も,もいる。例えば下詞には、古代の儀式と同様、うっコに乾杯を捧げるウコンユフラという儀式がある。 ありがとうございます。